早速ですが、私の愚痴を聞いてください。こちら関東で2月に2回大雪がありました。雪に慣れてないので、路線バスですら一部を除いて休止になるありさま。義兄宅も我が家も受験生がいました。2度目の大雪の時に、我が家は旦那の判断で予報が出た時点で、普段なら電車で40分のところにある大学ですが、徒歩で歩いて行ける場所に、ホテルを取り前日に行かせました。そのまま2泊して、我が子は受験を済ませました。義兄宅とは同じ市内です。義兄宅では、ホテルを取らずに駅まで歩いて行かせて、なんとか遅延している電車で都内まで行ったのですが、繰り下げられた開始時間に、間に合わず、結局後日に設けられた受験日に受験することになったとか、そのため、その受験日が高校の卒業式にぶち当たり、卒業式に出られないばかりか、結果が出たのが3月になったため、他の大学の入学金を支払う羽目になった。それらすべて、我が家が一緒にホテルを取ってくれれば、そんなことにならなかった。しかも、大雪の日に駅まで歩いて行って、次の日熱を出し次の週にあった受験も行けなかった。それも、これも、気の利かない我が家のせいだと、義兄嫁に叱られました。前泊したことも、すべて義実家で聞いたらしいのですが、普段から、ほとんど行き来のない義兄一家なんです。都合のいい時だけ親戚なんだからって言われてもね、